はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。はい、クロコです。はい、今回はですね、前回、このようにね、拠点、自分の拠点ですね、ここ石造りの家、ここに、無事に、T-Rex とね共に帰ってこれたという、動画を出しましたよね。まあその道中で、まあ、あのカルノタウルスちゃんがね、まあ、犠牲になっちゃったっていうちょっとおせんちなところもあるんですがね、そこはしょうがないですね。まあしょうもないな。でですね、このここの小島ですね、この小島をね、あのでっかい檻に、一応したんですよね。この他の恐竜たちが勝手に放浪しないように、このようにね、あのもうこの小島をね、外周ぐるっとこの石の壁でもう囲ってあります。だからもうここはもう実質もうこの恐竜たちのまあ檻みたいなもんですね、まあ、正直ね。まあ全然作成中だけどな。そうそう、まだ作成中なんですけど、とりあえずね、こう一周この島を一周ぐるっと囲いました。こんな感じでね、もうこの作業だけでもう2時間ぐらいかかったんで、めっちゃしんどかったです本当に。特にね、支給物資が降りてくる場所がね、配置できない、ここで微調整が入るだろうと思ったけど、そうそうそう、やっぱちょっと思ったより微調整が増えちゃって、まあなんで、とりあえず、まあ、ここのね、小島を、まあ、こういうふうに、とりあえず一周ぐるっと囲えたんで、とりあえず、まあ、T-Rexとか、まあ、他の恐竜とかのね、まあ、でっかい檻になってるっていう。ね、できたーっていうの一つの、まあ、達成であるし、まあ、この、まあ、檻自体もね、これからもどんどん建築していって、ここ、まあ、最終的に要塞化みたいな感じにしたいんでね。そうだね。はい、で今回ですね、まあ恐竜ですね、恐竜テイムなんですが、まず、クロコの方でトリケラトプスの上位互換であるテリジノサウルス、強いですよね、あいつ。本当に敵対しても強い。あいつにカルノタウルスやられちゃったからね、本当に。毎回やらせてたからな。そうそう。で、クロコはあいつをとりあえずテイムしたいということで、そいつを、まあ、テイムしに行きます。そしてその後に、僕がね、次にテイムしたい恐竜は、スピノサウルスですね。はい、スピノサウルス。T-Rexよりもでかいスピノサウルスでございます。あいつをテイムしに行きたいという思考の動画でございます。はい、はい、やっぱり喋ってる間に霧も晴れたね。はい、そうだな。はい、クロコがスーパーこの小回りの効くスーパースピードの動くこの誘いに乗っておりますね。はい、波の速さ。いや、ゴキブリ以上ですこれ。ゴキブリの1000倍ぐらいあるぞ速さ的に。気持ち悪いからその動き。ひどいわ、コックリーを否定しやがった。こう自分の周りをこうカサカサ動かれるとね、あの正直視点で追いつけないから。めっちゃ速いからそいつ。異常やなほんまに。乗れるかな、重量大丈夫これ。速すぎる。でしかもダッシュできるし、これ速すぎるっしょ。ダッシュしてるからね、やばいな。視点が間に合わない。間に合わんしょ。これやばいっしょこれ。速すぎっしょこれマジで。強い、これ強いわマジで。まあね、こいつを乙女に連れていくっていう感じかな今回は。ギガの女も連れていかないの？俺は特にないかな。まあ一応サソリに乗ってもいいけど、どうしようかな。じゃあサソリに乗っちゃうか俺も、プロモちゃん、せっかくだから。まあ今回は、まあ、お供したやつがね、生き残るかどうかは結構、謎なラインだけど、怖いところでもあるけど。そう、それがね、ちょっと怖いんですよ。連れて行って、結局、目的はテイムできたけど、連れて行ったお供が死んじゃったっていう、そういう、それはちょっとおセンチっていうところもあるんでね、ちょっとね。ただ、プルモちゃん、体力いくつぐらいあるんだろう。俺の1500あるからな。鳥と同じだからな。てかプルモちゃんが見当たらない、どこや。なんか美女とかなんか殺したぞ。そうだね、なんか襲ったね。ファラサウダ、なんかあれだ、やつが、なんか何かしらの原因で襲ってきたらしい。なるほど。
で、俺のプルモちゃんどこって感じやねんけど。あれ、いたよ、さっき。どこに待って。あ、いた。ヒトロサウルスとか、絶対追ってこねえだろってやつだったな。うん、ああ。多分何かの拍子でなんかぶつかったのかなんかあったな。また曇ってきたな。広角スモックみてえだ。確かに。やばい。プルモちゃんちょっと、炊事をオンにしないと。これ、レベルが上がるんやけど、動いてくれちゃってるからなかなか難しい。ああ、あれやれいいんじゃない？ああ、やる。追従。うん、あ、ついてくる。それが、命令追従オン。それについてこうやってやれいいんじゃない？うん、来た、来た。よし。プルモちゃんもだいぶ、レベルだいぶ上がるんじゃないかな。アッシュ。あ、体力800やな。体力にぶっとくか、とりあえず。体力っといた方がいいと思うよ。うん。体力、このゲーム、ほら、テイムしたやつは防御力なんていうのは多分、まあ、あったとしても、やっぱ、うん、この体力が万能の防御力みたいなもんだから。確かに。しかし、まあ、足がちょっと、まあ、そっちのトゲピーよりかはちょっと遅いな、やっぱり。トゲピーやべえから。とりあえず、レベル10上がれたからさ、今。おー、いいね。体力1200になったわ。おー、素晴らしいじゃん。素晴らしい。よし、じゃあ、これで行きましょうか。あ、こっちから行く。こっち。お。私はもう見っけてるから。オッケーオッケー。いやー、しかし、このカサカサ言おうともなかなか気持ち悪いね。いやいや、まあ仕方ないよ。勝ってる、まさか自分の勝ってるやつに対して、お前気持ち悪いって言い出す。すごいな。かわいそう。嘘、冗談ですよ。この可愛らしいカサカサとした言う音ね。これ、かわいいですよね、これね、ほんとに。訂正してきたぞ、あいつ。おっと、いきなり、なんか。大丈夫。ピラニアが襲ってきたな。ちょっとピラニア掃除しねえと。うん。海の水の上だと攻撃できないから。ああ、なるほど。うん、うちらが攻撃して排除しに行く。あれ、こいつたこいつこいついるかんな。まさかレベルがまた3桁いってるとかいうオチ。ありえな、ありえるな。いや、64って結構高めだったの、体力。ああ、うん、よし、 OK。 よし、とりあえず OK でしょ。よし、行きましょう。ちょっと、もう問題ないな。うん。よし、どっちやったっけ？こっちやな、確か確認した範囲だと。ちょっと待ってくれ。トグピーに追いつけないから。あ、これ、こいつ肉取ってきやがった。あ、マジか。このコソ泥が。コソ泥、追いつけねえ。黒子のケツ続いてる感じになってんけど。マジで。うん、まあいいや。じゃあ行きましょう。行く、トライちゃった。まあいいや。うん、まあ肉俺も持ってるから大丈夫。本当サンキュー。ちょっとアトルを分けてもらうかも。うん、で、こっち上がっとこにいたな。どこ、次は追いつけない。こっち。うん、海岸沿いで見っけたから海岸沿いから使っていった方が、うん、まあ安全でしょう。そうやな。しかしトゲピ早いな。チート級だわそれ。今ダッシュしてないからね。ダッシュしてなくてそれかよ。今ダッシュしてないよ。ダッシュ、こっちのダッシュとそっちのノーダッシュが釣り合ってないんですけど。ほんと？あ、後ろから通り。あいて。あ、なんかパクられたけど多分、まあいらんやつやろ。ほんと？肉パクられたんじゃね？いや、肉かわからんけど、でもとりあえず肉は大量に持ってくから。ほんと？うん、とりあえず大丈夫。トゲピー殺したわ。はっ、マジで？ナイスナイス。よし、オッケー。よっしゃ、肉も大量にゲット。ちょっと待って、こいつ死体から。うん、やっぱ、お。ギガが、多分ギガ取られたの、皮じゃねえかな。こいつ、皮193枚持ったぞ。マジで？うん。
いや、しかも、プルモちゃんがめっちゃ今、それつついたら、生肉大量に採取してさ、重量がちょっとやばいことになったから、ちょっと、整理すんね、ちょっと。あ、こっちにちょうだい。ああ、いいよ。じゃあ、このまま捨てるでいいのかな。いや、こっちで自分でアクセスして持っていっちゃうわ。ああ、了解了解。持っていって。レシピとかも入ってっから。レシピは前、いや、ほら、ほら、これ、ほんとだ。なんでハッカフンとか、ハッカフン戻してなかったのか。かな、あとで戻しとかないとね。うん。あと、すり鉢とか、なんだっけ、冷蔵庫、保管庫とか、あっち、確かそして足りないから。うん。で、どっかにね。そうやね。よし、オッケー、サンキュー。多分これで、あとはテリジンのとかの、テイム用の餌うん。に少ししとかないとね。オッケーオッケー。よし、じゃあ、テリジンの行きましょう。トリケラは早速いたけども、テリジンはどの辺かな？多分ちょっと上がったところにいるんだよね。いやー、いいな、この圧倒的小回り。小回り効く。効くなぁ。で気づいたらいつの間にか黒子が前にいるっていうねやばいな、トゲピ圧倒的なスピードだったわ早いわ。いや、サソリこんなに使えるとは思わんかったな、しかし。いや、またなんかパクられた。もういいや、もうなんかパクられたけど何パクられたかわかんないからいいや俺もパクられた、わらパクられた、わらわらわらとかこうやってパクられてもいいように持っとくのもありかもな。確かにな、なんかモンハンのまたたびを買え、またたび持ってけ。あ、そう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 、そんな感じやな。よし、今俺これ全力ダッシュしてるから今マジで？マジマジ、これ全力だから今。マジで？俺これもあるんですけど、うん、おかしいな、そいつの走り速度はちょっとおかしい。レベルめっちゃ簡単に追い抜かれていくっていうねえな、俺見っかってないし、スピノが先に見っかったからスピノにするか、ここら辺にいたんだけど。マジで？うん、スピノ先に見っけたからスピノ。あ、いたいた、スピノいた、向こうにいるわ。よし、じゃあスピノ。カメも海の中だと結構速いらしいけどね。あとショエルモンが大きい、多いっていう。あー、確かに。ほら、スピノいるいる。うん、いるいる。よっしゃー、スピノサウルス、テイム。ちょっと待って、周りにディモルコドンかな、なんかいるから、うん、邪魔なやつ排除したいね。確かに、サソリで排除するか。そうやな。ディモルコドンじゃないか、これなんだっけ、このちっこいやつ。こいつは何やったっけ。大丈夫か。ほらほらほら、虫かよ、なんだと思ったよ。虫が送ってきやがった。バカ、このハエの、このスピードに勝てると思ってんの？攻撃力やな。勝てると思ってんのかな？どう、そっち大丈夫か？まあ2匹に襲われてるけど。大丈夫？体力的に大丈夫？体力は今まだ大丈夫。大丈夫？こっちも行ける。1匹殺したけど、とりあえず俺は降りて、やりでやった方がいいかしら。ほら、お前は邪魔なんだよ。え、気絶した、やばい、気絶した、頼む、ちょっと黒子頼む。痛い、なんか死体切りされてる。マジで、ちょっと痛い。大丈夫、体力、体力大丈夫、まだ半分以上ある。まさか気絶するとは。やべ、大丈夫かな、ギガの下に殴ってねえかな殴られてるっぽいやっぱ俺もなっちゃったわ。え、マジでいや、ギガの下に長槍が当たってさ、あ、やられてないか不安になっちゃうんだよね。てか、おフレンドリーファイヤーで、まあ確かにそうだけどさ、これ気絶しやばい、マックスになってんだけどマジで、マジマジ、ちょっと待って、俺他の2人2匹のサソリは動いてねえから、うん、体力やばかったら言って。ちょっと体力、うわ、これ永久ループじゃない、これ。俺それはめられたことあるから1回
ちょっとちょっとやばいやばい、体力が半分半分になってる。マジで、ちょっと待って、攻撃サイクル積極的に攻撃。おー、ナイスナイスナイス、トゲピーナイスナイス。ウシケプルモちゃん、プルモちゃんも加戦してくれ。こいつは何なの？逃げた逃げた逃げたか。よし、ちょっと俺の体力回復してくれんかな。やべやべ、二人ともあっち行っちゃってる。やべ、マジで。ちょっと俺まだこれしばらく動けへんねんけど。マジで気絶ゲージが上がってほぼほぼマックスで、まだやばいやばい、トゲピートゲピーやばい。トゲピー何スピノにやられてるとか。いや、カルノタウルスが出てきた。カルノか、待って、ちょっと釣るわ。うん、いやー、まさかこんなおセンチなところを見せてしまうとは。永久にはめられて起き上がれないっていうね。きついな、これはめられてきついな。あいつなんや、そっち大丈夫？そっち大丈夫。あ、やべ、ラプトル2台から飛んだ。なんかスピノサウルスがもやっと見えんねんけど。大丈夫大丈夫。あーやべ、よし、もうすぐ起き上がれる。あー、トゲット起きたわ。トゲピーが…え、やべやべ、何が起きた。え、スピノサウルスが倒れてるけど無双した、トゲピー無双が起きてる。え、これスピノサウルス死体？死体だね。トゲピーとプルモちゃんが無双したそうです。マジで？おい、これラプトル、おっと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 、おい、まさかスピノサウルスがトゲペイ2体にやられちゃったぞ。うん、マジかいな。ちょっと攻撃積極的にしちゃったら、そこら中無双し始めたわ。やばいな。ちょっとプルモちゃんも、あれ、こいつ重量オーバーか。あ、重量オーバーっぽいな。こいつ重量オーバーでよくな、仕方ない。ちょっとギガがまさか倒れてる、緊急措置を働かしたらそこら辺を一掃するという。確かに。やべ、こっちもいっぱい肉持ってるよ。だ、体力300ぐらいしか減ってねえもん。マジで。ていうか俺アイテム見せて転送してもって自分で重量がやばくなってカオスなことになってる。カオスなことになってる。おい、プルモちゃん大丈夫これ、ちょっと沈んでるけど。あ、それやばいやばいやばい、ちょっと動かしてえなんとか。これ、あ、俺重量オーバーじゃね。とりあえず荷物捨てて。オッケー、荷物全捨てして、うん、で、うん、それオッケーオッケー。それでそっから荷物を探そう。オッケーオッケー。なければないでいいよ、もう。どちらにしろ水の中にいっちゃダメだから。うん、あそこに出てるわ。うん、とりあえず麻酔屋だけ回収。あれ、麻酔屋俺こんな少なかったっけ。あ、あったあった、50。よしよし、
俺も間違って全部転送してたわちょっとこれ積極的、あ、命令無抵抗やってんな今。無抵抗、うん、中立に攻撃目標、中立にしといて、中立に攻撃サイクルは中立だね。中立がいい、中立がいいと思うよ。うん、あ、今中立かな、うん、あ、いたいた、スピノサウルス向こうにいる、対岸にいる。マジで入れる。とりあえずどうしたらいいかな。とりあえず荷物、ちょっと荷物整理俺もさせて荷物とりあえずこいつらの体力だよ。プルモちゃん体力回復した方がいいんじゃない。生肉やったんな、食わすの。確か生肉で OK。 うん、まあ、霜降りでもいい、どうせ長持ちしねえんだから。確かに霜降りや生肉グルメだよな、多分さ、あれをあれ食いたい、これ食いたいとかさ。そう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 。よし。ちょっと待って、俺の荷物整理させて。俺の荷物。うん。プルモちゃん、はい。お肉食べましょうね、お肉。あげるよ。よし。まあいらねえ肉を。大丈夫かな。かなり多いな。とりあえずもうすぐ火がくれちゃうよ。ちょっとそうそう行かないと。行くか。まあ大丈夫。うん、俺乗れねえけど。どこだ。ついてくるっしょ。あ、荷物は軽きゃ大丈夫だよ。うん。全員ついてこいでいいよな。うん、待って、とりあえずこの川を渡って。うん、やばい、夜になる。大丈夫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 かな。ラプトルが来る、そしてユタラプトル地球碑の近くで使う明かりがあるから。うん、よしよし、支給品なくなったんだよね。近くなら明るいから。うん、で、スピノサウルス、あいつやな。よし、よっしゃ、砲撃準備いきますせ。ほう、どこどこ見えない。あ、どこ当たってない、あれか。うん、もうちょっと近づいた方がいいんじゃないの。あとだ、うん、こっち来たっぽいぞ。こっちだな、さっき。よしよし、来た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 。っていうかもう逃げ出してる。逃げ出してないよ、俺の方来てるだけだよ。あ、そうかそうか。よーし、おー、スピノサウルス、なんかこいつ動きとトロいな、やたら。何だっけ、わからん、うまくいっとって。うん、暗いから分かりづらい。あ、戦ってない。戦ってるっぽいな。急いで弓当てないと。うん、あ、もう逃げ出してるっぽい。おっしゃおっしゃ、寝た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 。よっしゃ、ナイス。安心してる場合じゃないよ、急いで命令やって。あれ、え、プルモちゃんがとどめさしたこいつらってさ、うん、寝た後でも攻撃すんの。いや、少しは攻撃しちゃうよ。人間みたいにすぐパッタリ飛ぶわけじゃないから。わー、ないわー。基本的に行ってすぐ、もう寝たって分かった瞬間すぐ、うん、あの無抵抗の合図送んないと。マジで？俺も一人やってる時結構だから、あの、感心しないで、あの、すぐ急いでやってから、よっしゃって言わないと、うん、死んじゃう死んじゃう。うわー、ナンセンス。うわぁ、スピノが結構いいカラーリングやったのに。しょうもない。前回ティラノがね、ティラノが大変だっただけだから。まあな、結構今回はね、前と違うから、うん、そういうちょっとところを、あの、細かいところ意識しないと。確かに、うん、もう、あの、寝た瞬間に無抵抗にすんのね。
そうそうそう、もうふにゃーって なった瞬間もう無抵抗、すぐ止めないと。うん、了解了解。とりあえず刺しに行くか、もうちょっと。うん、ちょっと待って、できたら俺は荷物整理したいんやけど。ああ、ちょっと、まあやっててもらっていい、とりあえず。あ、見つけたっぽいぞ。スピノサウルスか。スピノサウルス、いや違うな、これスピノじゃねえわ。アンキロサウルスとか。気をつけてね、あんま内陸行くと変なの出てくるよ。うん、確かに、うん、少し内陸に入ってるからね。うん、体力に振っとくか。あれ、あ、そっか。まあ定期的にか、あれだな、寝袋置いていくか、どっかに。そうやな、一応1個持ってるけど。うん、とりあえずこれ夜が明けんとほんまにきついな。うん、まあこの支給品の明かりで夜を明かそう。うん、明るいから。ここにいれば少し周り見えるし。そうやな、うん、移動しちゃうと暗くなっちゃうよまた。うん、あ、でもだいぶ明るくなってきたから、ちょっと捜索しに行きますかね。 OK。 ここはトリケラとかがいると。スピノサウルス。そっちいる？てかギガさっき行きすぎちゃって追いついてないよ。マジで？うん、こっから見えるのにはいねえな。さっきのやっぱ上流行くしかないかな。今でもだいぶ上流来てるけどね。うん、まあ、うん、さっきいた場所よりかはだいぶ上に来てるよ。いやー、もうまさかね、さっきせっかく寝たと思ったのにプロちゃんがとどめさしちゃったっていうね。まあな、おセンチだったわ。もうせっかくできたと思ったのに。まあ、ギガもまだまだあのテイマーレベルがちょっとまあアーク初心者ですから。恐竜テイマーがちょっと甘かったっていうだけで、まあ、自分もでもねやっててね、きつい、忘れそうになる時あるからね。うん、どこに行くのね、ちょっとさ、すっ飛ばして走ってどっか行っちゃったから俺見失っちゃったんだけど。マジでプロちゃん来てるやろ一緒に。いや来てるじゃん、そもそもその3人の名前されてこないからどこにいんの。マジで、いや、さっきのあのほら支給品があったとこあるやろ、あの辺、あの辺支給品があるとこ、支給品があるとこ、支給品があるところには来てるけど、森いるっしょそこ。ああ、あった、ああ、そっち、うん、こっち行きましょう、こっち登っていこう。待って、一人しかいらん。え？ほら、なになに？ほら、ギガ、もう少し後ろ気にしてあげないよ、走っていくらいいけど。普通にさ、トゲピー、漏れてるよ。危ない、行けたからいいけど。マジで？うん。悪い。俺、脚力にかなり振ってるから、リアルの人間の脚力はかなり速いから。すまん。あるとね、うん、うん、よし、じゃあこのまま俺は適度に走っていくね。うん、やばいって、見えなくなったとかなったら言って。うん、おっと、ブロントサウルスがなんかとやり合ってるぞ。あれはティラノサウルスじゃない？ティリックスこの辺にいるか。いや、スピノサウルスっぽいぞ、あれ。あれ、スピノか。あれ、スピノっぽいぞ。ちょっと行ってみよう。近づいたら、おっぽりぶん殴られるぜ。大丈夫。射程距離外から見るから。
持ってる？あ、ない。あ、っていうか、やばい。ワニがいる、ワニがいる、ワニがいる。ちょっと岩の上から見よう。スピノサウルスじゃなかったか、今の。そっちいるよ。気をつけて。うん。スピノか。あ、湿地帯かな、この辺。ああ、じゃあ、結構いるぜ。あ、来た！ワニ来た、ワニ。来た来た、変なやつが来た。え、もう殺したんかい、だけど。もう殺した。早っ。もう殺したっぽいな。あー、やべ、ヘビに捕まった。マジで？あ、T-Rexだわ。マジかよ。おいおいおい、ちょっと逃げなくちゃ。ちょっと、逃げんだけど、こっちも戦闘中ですぜ。あー、大丈夫。気絶値が上昇して俺気絶しそう。やばいやばい。ブルモちゃん行け、ブルモちゃん、ブルモちゃん、ブルモちゃんとトゲピーム層。おー、めっちゃいい感じじゃない？めっちゃう、なんかふわふわしてるけど。行って、まさか俺がこのまま狙われたわな。うん、やべ、あ、俺寝るかもしれない。マジでこのヘビ体力高い。体力高い。でもなかなかやばい、このヘビ。しかもこのヘビにしてエリマキ生えてんね。やべえ、しかも後ろに T-Rex いるわ。いるな。ちょっとやばいかも、これ。わあ、ちょ。T-Rex にはさすがにプロモちゃんも壊れちゃうんじゃないか、ちょっと。やばいぞ。死ぬんだけど、俺、このままだと。まあ、防御力全然上がってるからさ。あ